皆さんこんにちは、瀬田からです。築51年の中古物件をセカンドハウスとして購入、週末夫婦2人で DIY フルリノベーションしているチャンネルです。もう今回は引き戸、もう1階から2階上がる階段とつながるこの引き戸、ここもね、余った材料で一から作りましたよね。まあ、この時の動画は概要欄にリンクを貼っときます。まあ、カモ糸式は元々のものを利用したんですが、まあ、歪んでいてね、加工にも結構苦労しました。まあ、たまにね、ちょっとね、こう引っかかりがね、あるんですよね。まあ、大きなガラスをはめ込んでいる引き戸なので、まあ、ちょっとね、重い。まあ、前回1階のダイニングキッチンと、まあ、いずれ土間になる部屋との壁と大きな引き戸を作りましたよね。まあ、その時使った釣り戸用のレール、まあ、感動的にスムーズで静かだったので、今回は底引きの引き戸を釣り戸引き戸に変更していこうと思います。まあ、使うものはもちろん、まあ、前回買ったものと全く同じレール、まあ、Amazon で7790円と、まあ、かなりお買い得感があります。もう2回目なので、もうね、付け方も分かっているし、まあ、ポイントもね、ちゃんと理解しているので、サクサクっとやっていきましょう。レールは水平に取り付けます。まあ、今は仮止めの状態でコースレッドで止めています。まあ、付属のビスはこの極太のやつ。まあ、コースレッドだと壁とレールとのスペーサーがずれてきます。まあ、前回大きな引き戸開け閉めすると2箇所くらいで引っかかりがあって、まあ、問題解決に結構ね、時間がかかってしまいました。原因はね、このコースレッドでした。まあ、コースレッドで止めると扉の重りでスペーサーがずれて、まあ、そこにね、滑車が少し乗り上げてしまうということが分かりました。まあ、ちゃんとね、付属のものを使えば問題ないということですね。あと、この釣り戸用のレールに変更することで、まあ、扉が壁の前に出てきます。まあ、現状はほぼ壁とつら位置。まあ、今回この釣り戸用のレールを使うのは実はもう一つ理由があります。まあ、それはまた後で説明しますね。ということで、扉の方に滑車を取り付けたので、一度レールの上に乗せてみます。特に問題なくスムーズに動きますね。まあ、ドアストッパーは付属で2個ついてきます。やっぱりね、動きが違いますね。スムーズです。次はこの場所、この壁の部分を吹かしていきます。まあ、もともと引き戸の厚み分、壁がへこんでいる場所を、まあ、他の壁と同じ、まあ、つら位置にしていきます。
たるきで下地を作って、まあ、針葉樹合板を貼るだけなので割と簡単に作れましたね。まあ、こんな感じでつらいち完璧。一旦扉を吊ってみましょう。まあ、壁と引き戸との間に、まあ、隙間ができてしまいます。まあ、ここは開口部にぐるっと枠をつけて、まあ、壁と引き戸との隙間を調整していこうと思います。まあ、今回は材料がないのでまた今度ですね。まあ、引き戸の触れ止めも今度やります。まあ、引き戸に溝を掘るのですが、まあ、前回ね失敗してますからね。ここは、まあ、サニタリールームで使った触れ止め用のレールを買って、まあ、仕込もうかと思っています。まだね発注をしていないので、まあ、これもまた今度ですね。まあ、床はもう一枚合板を貼って、まあ、仕上げはピータイルです。まあ、もし引き戸が短いようであれば、まあ、足す感じですかね。まあ、これがドアストッパー。まあ、左右に2箇所同じものがつきます。まあ、つけられる位置は自由で、六角レンチ2箇所で固定をしていきます。バネで衝撃を抑える感じです。まあ、レールは少し長いので両端は少しカットしようかと思っています。あと今回、まあ、釣り戸を引き戸用に変更した理由として、まあ、開閉がスムーズになるというのはもちろんなんですが、まあ、先ほど言っていたもう一つの理由が、まあ、トイレ前のスペース。まあ、ここがね狭いんですよ。まあ、トイレのドアを開けると、まあ、体の場所がなくて、まあ、一段階段を上がって体を逃がさないといけないんです。まあ、奥さんは大丈夫らしいんですけどね。まあ、今回引き戸を釣り戸用のレールに変えたことで、まあ、引き戸が前の位置から、まあ、約10センチ奥に行って、まあ、その分スペースが広くなります。まあ、たかがね10センチかと思うかもしれませんが、まあ、この10センチ、まあ、空間としてはかなり大きいです。トイレのドアを開けてトイレに入ることができるようになりました。こんな感じになりましたけど、どうですか？どれどれ、いきますよ。おお、軽いでしょ。軽い。やっぱあの軽い、なんだ、スリザンよりはいいよね、こっち側の方が。全然いい。ここの、あ、ここストッパーついてるんだね。あ、そうそう、ストッパーとりあえず仮にあのつけてみてどんな感じかなと思って、うんうん、で、あのマスキング貼ったとこはちょっと長いんでカットしちゃった。あ、ここね、うん、そう、向こう側もかっこよくなったね。うん、前も良かったけどこっちの方がまた断然いいじゃん。いいでしょ、なんか、うん、で、あとこっち側のさ入り口ちょっと狭かったじゃん、ここ。うん、ここね。そうそう、だからあのこの分ちょっと、ここね、そう、この分ちょっと広くなった。ここ、前はここからこう引き戸になってたけど、そう、この分ドアが手前に奥行ったから、うん、ちょっとここが広くなった。向こうの大きい引き戸と相まって、そうだね、うん、ちょうど同じやつだし、同じやつだし、うん、いいんじゃないですか。いいよね。ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。まあ、この後もいろいろと細々な作業をしていたんですが、まあ、編集の時間がなく、まあ、動画がね長くなってしまいそうなので、まあ、今日の作業の続きはまた次回。まあ、せっかくね作ったものを、まあ、より良くするために作り直す、これが DIY のいいところ。一歩進んで三歩下がって五歩進む。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。